ブルーのサンドフは、クロアチアのプロバスケットボール選手。ブルガリアの PBC ルクオイルアカデミックに所属している。ユーゴスラビア連邦クロアチアイコールダルマチア軍、スプリト出身。ポジションはセンター。221センチメートル、122キログラム。18歳の時、1998年の NBA ドラフト235位でダラスマーベリックスに指名され、 NBA では、マーベリックス、インディアナ・ペーサーズ、ボストン・セルティックス、クリーブランド・キャバリアーズ、ニューヨーク・ニックスでプレーした。それ以外に、イスラエルのマッカビ・テルアビブ・ BC、ベルギーの RBC ・ベルビー・ペパンステ、スペインのシー・ビール・セントム・アリカンテ、キプロスのプロテアス・エカ・イルなどでプレーした。2008年2月、スペインリーガ・アッコブのバロンセスト・レオンと契約、同年9月には、 バルティックバスケットボールリーグのアスクリが2009年にはアドリアティックバスケットボールアソシエーションの経験、シボナに加入同年メノルカバスケット BC ドネツィックと次々とチームを渡り歩いた2010年1月ギリシャ A1 バスケットボールリーグのカバラ BC と契約同年9月にはバレンシア BC と1ヶ月契約を結んだこの契約は延長されなかった 2011年1月、ブルガリアの PBC ルクオイルアカデミックと契約を結んだ。2001年、日本の埼玉市で行われたバスケットボール U-21 世界選手権のクロアチア代表として、出場、10.7得点、4.6リバウンドの活躍を見せて、チームの銀メダル獲得に貢献した。ありがとうございます。